前回オーストラリアを制圧したんで、次はフランスを占領しようと思います。全仏オープン開幕。じゃあ早速1回戦目の相手は、まあ余裕で勝てるでしょう。あ、強い、向こう強いぞ。うわ、赤土だ。俺ちょっと苦手なんだよな、これ見づらいよな。パワプロでいうところの甲子園球場だわ。なんか見づらいんだよな、芝生のせいで、フィールドの関係で。さあ、いっか。いや、やっぱ見づらいわ。なんかサーブのタイミング狂う。目慣れろ、目慣れろ。入った。今のナイスサーブすぎてさ、歓声一瞬湧かなかったよね。あ、やばい、観客静まり返ったもん、どよめいたもん。ベンジャミン、ベンジャミンじゃねえや、バーグマンだ、バーグマン。バーグマン動け、動こうぜ。あ、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 てか拍手早、拍手早。まだ J 追ってる時だったよね。もう勝敗決めたんだけど、向こう。やばい、バーグマンビーキすごいな。観客のバーグマン人気が、バーグマンビーキがえぐい。いいよ、この会場の雰囲気いいよ。むしろ悪くない。アウェイの彼方を。その向こうへ行く、俺は。あ、今の手出さなくてよかったかな。アウトっぽかったかな。まあいいや、決めれたから。やっぱこっちのパワーショット、返すのがやっとっぽいな。単純に力負けしてるもんな、向こうが。これどう？アウト、よし。見逃してよかった。そういえばね、イメチェンしてます、髪型。ちょっと色気づきました、J。ういっ。もう一回そっち。からのこっち、揺さぶり。揺さぶりピンクローター。どうだ？強いじゃないか。割とバーグマン。今回前線したね。早く打て、貯めるな。デイ、アウトだ。あれがうまくいってればね、点取れてたんだけど。あいっしょい、敗退。あ、こんな寝転ぶの、え、寝転ぶ喜び方初めて見た俺。そんで、しかもさ、1回戦目だからそんな喜ぶことでもないしね。まあ1回戦目は勝たなきゃね、全豪優勝してるから。J あんなに喜ぶこともないと思うけどね。床に寝そべるか。相手の名前はこれ、モントゴメリーか。あれ、これなんか前に戦ったことあるかな、モントゴメリー。一度倒した相手の名前ってさ、忘れちゃうんだよね。もう俺の脳内から消えるから、こいつはライバルじゃないっつって。まあ今の失敗もそんなに悪くないな。最高、最高ショット。はい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 。まああれ打ち返せたらお前優勝してるわ。打ち返した、よくもまあ打ち返したな。これはだから拍手早いんだって、観客。まだ追ってる最中でしょうが、 J が、 J が追ってる最中でしょうが。やっぱ前回あれだな、記者会見で俺の回答が結構ヒールみたいなイメージ最悪になっちゃったから、その分俺が点取られると、この観客のこの拍手の湧き方異常。でもギリギリ狙わないとな。どうだ、しゃ、アドバンテージ。うっそ、今の違うでしょ。やべ、やっちまった、やっちまった。お、いいね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 。ふう、ん、これはどうだ。いや、今の触んなくてよかった。こっち、あー、もっといいとこに打てばよかった。一回こっちにからのこう。いいねいいねいいね、頭使ってよ。
相手を端に追いやってから逆サイつくっていうね、そういうプラン。あれ J 打ち返せなかった。向こうの剛腕サーブにまさかの、まさか打つことをやめた。かっこいい今の。時々アクロバティックなショットを打つんだよね、ジェイコ。ジェイコフ、西堀ジェイコフ。いけ。これはどうだ。あ、もう一回揺さぶってからからのが良かったかな、これ。からのこっちどうだ。無理だろうな、そりゃ。なんか不動産屋の社長みたいな見た目してるな、向こう。本当にお前テニスプレイヤーか。趣味テニスなんじゃないのか。大学の時にテニスサークル入ってましたみたいな。これ無理でしょう。お前テニスサークル入ってるようなやつが俺に勝てるわけねえだろ、お前。こっちはテニスしてんじゃねえんだよ。殺し合いしてんだよ。取った取られるかの話してんだよ、こっちは。あ、次俺取ったら、点取ったら俺の勝ちっす。もう一回ちょっとこっちに、端に一回追いやって、からの逆サイド突き。逆サイド突きテニス。無理だろうな、これ返すのはな、そりゃ。よし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 。もうそろそろなんか実在する選手と出会うかなって思うんだけど、これ絶対違うな。これラッパーだろ、これ。どう見ても。テニスプレイヤーじゃねえな。いや、これ休日のパパみたいな格好してる、向こう。ユニフォームダサ。向こう何これ、やる気あんの？休日のパパじゃん、これ。絶対俺こんなやつに負けねえわ。絶対負けない。スティーブンス。あえてこっち。カラーのこれどうなんでしょう。間に合うか。走らせる。向こう走らせるよ、俺。なんならもうね、こかしたい。向こう。これどうだ？でいや！さあ！含み持たすサーブ打つね。向こう。後ろに下がってるから、ちょっと前に打つか。ね。したらもうこれで無理でしょう。ああ！絶対勝てねえな、お前、俺に。絶対お前、俺に勝てねえぞ。どうだ？大体主頭筋悲鳴上げてるか。そのショット受けるんだよ、もうほんと。やめろ、それ。ちょ、含み持たすな。後ろやってるから、ちょ、前に来させる。からのこれ、奥。はい、来ました。前後テニス。前後テニス。奥行きテニス。一回止まるなって、やめてくれ、それ。岩熊みたい。岩熊の投げ方みたい、向こう。なんで一瞬あれ止まるの、あれ。二段モーションでしょ、あれ。これ。岩熊か、お前。もしくは、岸か、岸。楽天の。やめろとの、それ。一瞬目が合うんだっつうの。こいつの固有の打ち方なのかな。これどう？前に、もう、来させてからの奥行き。しゃあ！あっという間すぎる。さあ、準々決の相手ですね、これ。あ！これ、実在するプレイヤーだわ。リアルプレイヤーだ。ニック、キルギオスっていうのかな。ニック・キリオスっていうのかな、多分。向こう背高いな、割と。J だって J2 メートル超えてるけど、ほぼ同じだったな、体格。体格も似てる。あれ？どうした？あれ？ニック・キリオスっていうのかな、これ。多分。キリオスどうした？テニスのルール知ってるか？あえてもう一回こっち。カラのどうでしょうか？はい、翻弄されてるね、J に。キリオスどうした？能力的には互角だぞ。トップスピンかけます。お、よく返した。さすが。来ました。
今のナイスショット。今ラケットのせいにしてるね、キリオス。あれ、ガット張り替え、あれ張り替えたのちょっと間違ったかなみたいな、うまく張れてないかなみたいな。よっしゃ、ただここ油断ならない。まあ悪くないな、悪くないサーブだが微妙っちゃ微妙だな。あ、やべ、変なショット打っちゃった。ちょっと前に来させてからの奥、キリオス、キリオス大丈夫かお前。次世代のテニス界になっていくんじゃないのかお前は。その覚悟があるかお前、俺にあるのか。俺にはない。はい、いともたやすく俺は準決に行くよ。どうしちゃうお前、俺に負けてこの先どうしちゃうの。あ、いえ、強い、今のすごい。ナイスショット、これ無理でしょ。前に来たのが運のつき。ああいう時あれかな、なんだっけ、ロブ打てばいいのか。トップスピン、時々トップスピンかけるから。からのスライスで奥行きテニス、ガラ空きだぜキリオス。しゃ、ちょっと待って、これ次の相手さ、これ、やっぱり来た、大将来た。向こうパワー99なんだ、すげえ。合計値一緒だわ。能力値は向こうの方が大体上だな。なんでなのにあれなんだろう、合計値一緒なんだろう。まあこのゲームをね、始めるって決めた時に、まずはナダルの首をむしり取るっていう、そこはもうテーマとしてあったから。おーっと、どうした、なんだろう、今ナダル見てなかったのかな。なんで打ち返せなかったんだ、クソ、やばい。あれか、俺を油断させる作戦か。メンタル攻撃してきたな今、いきなり、まさかの。いけ、これは打て、ナイス。まあでも向こうのパワー99だからな、ちょっと怖いな。よっしゃ、あ、そっか、今良かったか、俺の点数だよね。うわー、でも危なかった今、鉄柱当てしてきた。ムカつく点の取り方してきた。うわ、いいショット打ってくる。ちょっと前に出させる。からの奥行き、無理でした、届かない。さすがナダル、さすがナダル、鋭角ショット打ってくる。これはもう無理でしょ今、すごいパーフェクトサーブ。線の上通ってなかった今、怖いな。あ、でもそんなにすごいサーブでもなかった。ショットがやっぱすごいのかナダルって。からの前に、あー今失敗した、ちょっと一回後ろに下がりたい。いや、やめて、え、何やってんの、あれ、油断させる作戦かナダル、どういうことか。もっとこっち前に来させて、こう走れお前。おー、ナダル、なんか偽物じゃない、そっくりさんなんじゃないこれ、ナダルの。今スカったよね、単純に間に合ってたと思うんだけど、距離的には間に合ってた気するけど。これどうだ、もう一回こっちからの、いけ、何、あ、よかった。ナダルどうした、体調悪いか、保健室までついてってやろうか俺が。ナダル大丈夫か、必要以上にこっちを攻める。からのどうでしょうか、うわ、あ、さすがナダル。まあ油断してるとやっぱその隙ついてくるね、やっぱ警戒しないと。しゃ、アウトだ、まずい、ナダルのペースに入ってきてる。ナダルペースきたな。もう一回こっち打ってみるか、
で奥にいるから前に来させて、で奥行きテニス、しゃーしゃー、敵将を打ち取った。やべ、これ嬉しいだろ。いやー、これはもう俺んちの棚にね、これはもう自分ちの棚にナダルの首飾ります。前回ちょっとひどい回答をしてしまったんで、なんかそれでいいことってないと思うんだよね。だからすっげえ記者に媚び売ります。今回、今年は決勝に勝ち上がれないだろうという下馬評、何なんだその下馬評。何か一言お願いします。評論家たちは今すぐ職を変えて人の役に立つことをすべきだよ。これ C します。ムカついた。なんだその質問は。マッチ中に何か ふざけんな。なんだこれ。 B もいいな。え、冗談ですよね。 C いいわ。不安、いや何も。目を閉じていてもあの選手は敗れただろうね。ナダルにこれ言ってんだよ。ナダルに。やべえ、俺これ言いたい。 You 最近プレイスタイルが変わったなということは感じていますが、そんなことないよ。あなたにとってこれがどのような改善につながってるんでしょうか。なんか俺の適切な回答ないけど、まあいいや、 B にしようか。今後のマッチをご覧ください。今はまだ発展途上です。以上、さよなら。ということで、決勝戦の相手はこれも実在する選手。あ、ティアフォーでも前倒したぞ俺。ティアフォー、あ待って、能力上がってないか、なんか前回より。ティアフォー、あれ前回なんかオール85だった気がするんだけど、今86に1個上がってるわ。やっぱこいつとはもう一回戦わなきゃいけない運命なのか。まあでも一回勝ってるからね、ティアフォーに関しては。これ返すんだよな、ティアフォー。やべ、トップスピンかけるか。トップスピン地獄、これどうですか。無理ですよね、もう走ることすらやめる。転がっていくボールを眺めてるだけじゃ勝てないぜ、ティアフォー。テニスのルール知ってるか。もう一度聞くが、俺が教えてやろうか。なんなら俺がコーチになってやろうか、ティアフォー。ドン、イエス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 。全仏もらったわ。あ、いいショット、今いいショット打った。びっくりした、いきなり来たな。シャドウだ、入んなかった。チャレンジさせて、ちょっとちょっとチャレンジさせて今の。うーわ、思いっきりアウト、思いっきりアウトでした。いいショット打つな、向こうすごくいいショット打つ。いけいけいけ、後ろに下がっちゃった勝手に。前、これ無理でしょ。うわ、アウトだ。やべやべ、自殺点が2回、自殺しすぎ問題、2回自殺してます。入れ、しゃー、入ればいいのよ。入ればほんと絶対点取れる、コースなんだから。いいねいいね、もう一回こっち。うっそー、やべえ、何やってんの、弾幕薄いぞ、何やってんの。もう一回こっちで、こう入ってくれ、いけいけいけ、よっしゃ、よし、あともう一回デュースに持っていきたいから、あと一回、もう一回、もう一点ちょうだい、レギュラーもう一本ください。端に寄らせて、奥行ってるね、奥行ってるってことはこうだ。無理だよな、ティアフォー。俺のテニス見たか、ティアフォー。よっしゃ、あ待って、これ大丈夫、よかった。うわ、いいショット、いいショット打ちますね。その上を行く、なんか自殺しまくりじゃない今日この試合。これで
なんか負けても納得がいかない。入ってくれ。あーやばい、最悪なことやっちゃった。まあギリギリ狙ってるっていうのもあるんだけどさ、まあそれだけティアフォーのことを俺は信頼してるっていうのもあるな。お前は強い、だからギリギリを狙わなきゃ勝てない、そう思ってるんだ。しゃ、おら、最近見ている YouTuber は桜井日奈子です。桜井日奈子チャンネルしか見てません。よし行け、しゃあ、あんなショットさ現実に打てるのか。バックスマッシュって打てるのかな、すんごいと思うんだけど、あんなの打てるの。余裕です、このゲームで終わるぞ、地元に帰れるぞ。あ、こういうの多いな今日、今日多いな。でもね、やっぱティアフォーのねショットの圧にねやっぱ飲まれてるっていうのもあるわ。やっぱいいショット打つんだよ、いい歌歌うんだよ。入った、しゃ、入ればこっちの点数、入んなかったら向こうの点数、すごく分かりやすい。テニスって分かりやすいスポーツですね。もう一回こっち寄ってみっか。おっと、ちょっとちょっと前に来させたいな、これ前に来させる。いいねいいね、なんでそんな変なとこに行ったんだ。あと2回か、ほらしゃ、うん、いけ、やばい、強い、ナダルより強いんじゃないのこいつ。なんかナダルより強いよ、やってるやってる感じ。あえてこっち持っていってこう、ナイスナイスナイス。いやティアフォー強い、普通に強いわ。お前だけ認めてやる、プロテニス界で。前に出てみっか、しゃ、あっという間じゃ、おらー、しゃあ、わ、これはすごい豪華。え、めっちゃかっこいいじゃん。これザ・トロフィーって感じする。やべえ、今までの中で一番かっこいいかもしれない、このトロフィー。また出た。また例の記者会見始まります。いやでもさ、あんなにさ、記者からさ、嫌われといてさ、今二大陸制覇してるからね。もう苦虫噛みつぶしてるだろうね、記者。今日のこの勝利を捧げたい方はいらっしゃいますか。 B、 私がシングルスを好むのはこれが理由です。勝利は全て私のものです。まあこれにしてみるか、 B にするか。 C も B も変わんねえけどな。コート上での動きがこれまでになく素晴らしい。分かってるじゃないかお前、この動きを自分自身あと何年つ、なんだこの生意気な質問は。 D、 本当に調子が良くて多分あと10年かそれ以上はこのままいける。あれ、なんか D すごい孵化してる。 D いいな、 D にしよう、孵化します。パリの天候はどうですか。そんなの天気予報士に聞けバカ野郎。